はいどうもこんばんは、和道です。今日は2019年の1月の21日18時24分です。よろしくお願いします。なんかね、電波が切れちゃって途中で終わっちゃいました。トイレ行ってこようかな。おかえりなさい。ワイマー。おエデンはどつ。ありがとう。お疲れ。帰ってきたよ。ボンさんおかか。うん。タムタムさんおかえり。うん。今家着いた。一服中。クモモンさんおかえりなさからい。ういただいま。いいっす。お、ありがとう、アイテム。そうそうさん、一生応援します。あ、いなくなるね。いなくなるね。フラグ立ったな。フラグ立ったな、今。ネタでもダメだよ、そういうこと。本当に思考は現実化するよ。クモモンさん、みんな言うんだよ。いや、俺は最後まで応援するからって。そこそこ応援します。そう、そこそこが一番いいの。だってさ、その携帯電話でさ配信してるやつにコミットするっておかしいことだもん。で、そういう人ほどアンチになるね、強烈な。ニンニさん、ネットやめない限りファンでいます。ネットやめるっていうのは物理的不可能でしょ。だからね、軽く見てくれる人をどれくらい集めるかの勝負なんだよ。手ごろに。やめない限り、ショー。タムタムさん爆笑、今のはいいね。いや、本当に良くないよ。ダメだよ。ダメダメ。もう囲い気質の人はアンチと、イコールだから。タムタムさんボキャブラ的にダメだよ、シャレにならんよ。ダメ、言っていい嘘、言っていい冗談と悪い冗談がある。今のはシャレにならんよ。いや、痛い痛い痛い、やばい、痛いよ。そうそうさん、陶器も順調にぬめりまくってます。そうだね、タムタムさんだってさ、上半期も順調に滑ろうね。あー、筋肉痛がやばい。タムタムさん、骸骨も激おこだよ。リーダーをソング骨骨ロックが映った。あー、スケさん、クモモンさん、ロム線でも聞ける配信は息が長いですね。だから和土さんのリスナー上いいんじゃないですかね。長いロム線、要はラジオ代わりにできる人は強いね。強いっていうかね、コメントを打つぜって実はね、リーダーをソング5系で筋肉痛がいい。いや、5キロでは筋肉痛起こらなくなってダッシュを入れてんの今で、6本のダッシュで体がぶっ壊れてる。で、今日1本だけど走れなかったもん。やったけど、バタ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 って。もう、タイムも落ちたし。でも続けないとね、走るのが目的じゃなくて、体を屈強にするのが目的だから、続けよう。リーダーをソングア、瞬発はめちゃ筋肉痛だね。めちゃくちゃ痛い、体が。もうね、5キロ走るぐらいじゃ、もう筋肉痛にならないね、正直。タイムも30分余裕で切れるし。
すごいよ。28分台で走ってるからね。信号待ち込みで。時速10キロかな。今頑張るのが大事 W。 今は、ぶっちゃけた話、まだ気合い入れる時期じゃないと思ってるから、体をゆっくり積み重ねる時期だと思ってて、もう本当に気持ちが入りまくってんの、後半の1ヶ月。だからそのペースも考えてるの。もう3回出てるからやっぱペース分かってるから、そう、最初から気持ちゴリゴリ入れてスパーとかやっても絶対続かないのね。リーダンをソング、俺もそろそろまた走り出そうかな、うん、いいと思うよ。ジョギングぐらいだったら健康にもいいし。だから今最初の1ヶ月はあのもう本当体幹を鍛える、スタミナを整えるっていう準備だけ。10キロ、そんなに走んの？10キロどれくらいで走んの？1時間半ぐらい？相当時間かかるでしょ、10キロって。リーダンをソング、そこそこランナーなので余裕で1時間切る余裕。やば、10キロ1時間切るの。メイウェザーニャ純烈2号さん、レーダーは照射していないキムチ大佐。リーダンをソング大会よく出てました。 W ガチ勢じゃん。10キロ1時間で走るのはすげえな。え、ベストタイムどれくらい？10キロ。それはガチ勢だね。本格的なランナーだね。すげえな。それは引くわ。どれくらいで走るんだろう。はい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 。じゃあ5キロ25分切るだろうね、多分ね。リーダンをソングライブでさ、ワンマンのドラムのヘルプするってなって。はい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 。すげえな。リーダンをソング持久力作るために毎日 5K 走ってた W。すごっ。まあドラマーはね、ライズのアックンとかも柔軟とかすげえやるからね。ドラマー結構体鍛える人多いよね。すげえな。10キロか。でも、今、走れないんじゃないの？久々に走るなら。ライブエネルギー使うからね。リーダンをソング、ヨシキみたいに、スネアに顔うずめてた W。腰が痛いなぁ、しかし。でもね、どん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 体が変わってきてる。顔つきと。顎が出てきたし。痩せてきたね。一体俺はどこに向かってるんだろうね、俺の人生は。LINE？ お、LINE 来た。あ、のんちゃんだ。うん。のんちゃん、風邪ひいてたって。のんちゃんは風邪をひいてたらしいね。知らない間に。リーデンさん、まあまあ、俺もまた 5K のインターバルから始めるかな。うん、リーダンをソングへのちゃん WWW。のんちゃん、風邪ひいてた。マイペースだな。マイペースだよ、のりこは。うん、タムタムさん、おう、のんちゃんから LINE 帰ってきた。うん、寝てたらしいよ。今起きたってきた。寝てたんだって。くもモンさん、連絡あってよかったね。え、風邪ひいて寝込んでた。いやでもステーキガスト潰れたのショックなんだけど、ステーキガスト一番安くてうまいステーキが。くそー。リーダンをソング最後にのんちゃんに会ったのはいつですか？のんちゃんに最後に会ったのいつだったかな？LINE！
1週間前かな。でも4日ぐらいで治ったって言ってた。4日連絡取ってなかったから知らないよって言うて。リーダンをソングへ、のんちゃん寂しくなかったのかな。いや風邪ひいててぶっ倒れてたんだって4日間。ちょうど俺と連絡取ってない4日間寝込んでたらしいよ。今いつ来るのって。リーダンをソングよっぽどだったんだね W。 うん、言ってくれたら看病しに行ったのにね。マッチバブルの終焉。いやもう完全にバブル崩壊してるでしょ。マンスリーランキング見てみようか。完全にバブル崩壊してると思うよ。マンスリー俺の順位乗ってるかな。ちょっと待って、俺が120位で、ああもうこんな20万なんて稼いでないもん。全然だよ。だから100万稼ぐプレイヤーが全然いなくなったんだって。だからヒドンナとか30、そうそうさんイベントも完全スルーしてるわ。いや完全スルーでしょ。だからみんな多分20万ぐらいしか稼いでないよ。まあまあこっから本質問われてくるだろうね。完全にもう色恋とかさ、要はバカな配信者が色恋とかで荒らしたから、もう要は一回色恋に引っかかった女の子とかはもう投げなくなるわけじゃん。だからこっからは本当に純粋に応援してくれる人しか投げなくなると思うよマジで。だから一時的なバブルは俺は終わったと思ってる。完全にもうこっから本当に面白いやつしか食ってくないよ俺の予想ね。でも俺こういう読み外さないから、よっさんはふわっち来るよとか全部予言当ててきたから、ニコ生系のやつが乗り込んでくる、でこっからバブルが来るとか全部当ててるから、あのねこういうね読みとかねすげえ当たるんだよ俺。ふわっちはね去年がピークだと思う。もう厳しくなったね実際。あの規定が変わって、あの危険な行為と炎上系が全くできなくなったから、もうテレビだね YouTube は。正直言ってテレビ。ただのテレビだよ。ドラキュラワールサンマー行き着く先は規制だよね。まあまあ普通なことだよ。だからクリーンにやってかないとダメだよってずっと言ってたんだもん。もうこっからはそうなるよ。だから見てる母体がでかくなってきたから法規制入ってくるよ。通常の流れだね。のんちゃんはマック食べたいんだって。
いや腰痛えな。ドラキュラ R3 分マッチ勢い本当になくなった。まあツイキャスが投げ銭始めたらこうなるよね。だって5割の投げ銭でもツイキャスは余裕で勝てたのに、大きく出たわけじゃん。7割投げ銭なわけだから、まあ投げる人からすると7割の方優先するでしょ。ドラキュラ R3 ツイキャス、いや、もう完全にツイキャス、っていうかもともとツイキャスに依存してたから。ウッサンとマック PF1CP753 放送お疲れ様です。ツイキャスに依存してたわけじゃん。もともとツイキャスの配信者、ツイキャスの大手が稼ぎに流れてきてたっていう、そのふわっち自身の運営が気づいてなかったのよ。要はこれふわっちが投げ銭始めたら終わるなっていう危機感がなかったんだよ。だから先手を打たないといけないのがベンチャーなのに、オワコンオワコン、去年の勢い全くないで、去年の終わり方見てて、ああもう改正が遅れて遅れてって思って、ああもうこれ後手後手だなと思って、でもう今手打ってないともう遅いから、だからもうまくる方法がなくなった。要はフワッチの優位性が全部なくなったの。だから追いかける形だと弱すぎる、あのリスナーが少なすぎるから、だからもうツイキャス一強になっちゃったね現状。本来はツイキャスが7割のタイミングで何かしらの、7割もちろん追従することと、もう一つ何か手を打っておかないといけなかったのに、だってツイキャスそれだけじゃないもん。キートスっていう9割還元の、あのクラウドファンディングもやって、さらに動画広告収入も取れるようになったので、さらに言ったらツイキャスはあのワンクリックでタイムシフトを YouTube に自動連携して勝手にアップロードするっていう仕組みまでやってんので、さらにファンクラブっていう新しい仕組み、有料課金サイトもやろうとしてんのね。4つ5つ仕掛けてんのよこの半年間ぐらいで。もうフワッチがもう大幅改良と大幅、もうほんと9割投げ銭とかじゃないと無理だと思うよ。無理だと思う。もうそれくらい厳しい状態だね。ただ潰れるっていうことはないだろうけど、配信サイト第3位だったじゃん。ダウンロードサイトの売上高ね。もう無理だと思うね。TikTok はライバルじゃないね。TikTok はライバルではない。トップバズなんとかとかそっち系だから。いや、運営は結局配信者を大事にしなかったんだよ。荒らすリスナーばっかり放置して、課金リスナーと配信者を大事にしなかった結果こうなったんだよ。いや、巻き返してほしいよ。だから俺もここで訴えてるわけだし。俺は卑怯なやり方しないから、ツイキャスで言わないっていうところがミソなんだよ。俺はフワッチの運営が大好きだからここでやってんのよ。ここで言ってんの。これはディスではないから、事実だから。後ろの漫画？いやいや、まあ定番ばっかりだ。要はね、お金を払ってくれる人っていうのがどういう人なのかよ。何の漫画？古谷実の漫画かな。古谷実先生の漫画がすごい好き。要はね、数に走ったりとか金儲けに走ったサイトはダメなんだよ。ユーザーライクにやらないダメなの。いや、もうここでしのげるってもう後手だよ。遅いんだよ。本来はもっと早く仕掛けないといけないところ遅いの。もっと早くやんなくちゃいけなかったんだよ。だからこっから追い上げるのかなり厳しいと思うよ。はっきり言ってツイキャスに全部持ってかれると思った方がいい。今後の流れ、今後の俺の読み言っていい？じゃあ今後の俺の読み、まず大手配信者がごっそりいなくなる。ツイキャスに移動する。もうここは見えてると思うの。ごっそりいなくなるでしょ。で今度中堅どころ、俺とかワンワンとかドレさんみたいな中堅どころばっかりになるの。ここまではまだいい現象なの。まだ見るものがあるから。でも大手配信者がいなくなった、俺ら中堅どころ、ワンワンとか俺とか養分伊藤とかドレさんとか中堅どころが収入が減る、
で、そうなるとツイキャスに俺らも付随して移動しないといけなくなる。そうすると何が起こるかっていうと、閲覧30人とかのドカソ生主だけが残るので、ふわっちのリスナーは大手にくっついていくからツイキャスに移動するでしょ。で、今度何が起こるかっていうと、アイラとかその閲覧がないけれども稼げてる人たちだけ残るじゃん。そうすると気づくのよ、あれって、アイラに貢ぐだけとか、和歌とか、他のところで貢ぐだけって、これ意味ないなってなるの。要は、あいつらって大手配信、俺らみたいな閲覧ある配信者とか、大手配信者に付随して俺ら稼いでるから、つって息巻いてるわけじゃん。俺らの方が稼いでるからってやりたいだけなのよ。だから、こいつらも、俺はよく言ってんのが、アイラが移動したらもう終わりだって言ってる。なんでかっていう、だからもう全部順番遅れてくんのよ。大手配信者が移動する。中間配信者は上に行けるからラッキーだと思ってるけど、実はリスナーの母体がどんどん減っていくから、俺らも追従していかないといけない。で、そうするとドカソだけ残る。稼いで金稼ぎ目的の。そうするとリスナーさんは、これ何なのっていうことにようやく気づいて崩壊するっていう。だから、最後のプロセスはアイラとか、なんつうの。お金稼ぐ。要はテルみたいなやつとか、そういう、なんつうんだろう、閲覧が低くて金稼ぐやつらが、だけが残って、リスナーが興ざめして崩壊していくっていう。こけつさんね、簡単に言おうか。ふわっちの方が稼げると思ってるのは、ふわっち配信者と、ふわっちのリスナーだけ。7割の効果がどれくらい違うのかっていうと、1000円投げられたら500円じゃん、ふわっちは。でも、ツイキャスって1000円投げられたら、700円入ってくんの。これ何を指すのかっていうと、リスナーさんが100万円投げるところは、配信者の給料70万なの。で、リスナーさんが配信者に100万投げたら、ふわっちの前50万しか入らないの。この20万でかくない？いや、俺はね、はっきり言うね。よっさんだと思ってる。よっさんが、ツイキャスに行ったら、崩壊の始まり。よっさんだよ。今、よっさんで持ってるの。っていうか、よっさんだけなんだよ、持ってるのは。で、よっさんが移動したら、ドレさんも、俺も、ワンワンとかも、完全移行するから。コトカとかも。なんでかっていうと、よっさんファミリーは結束強いから、そう。俺は、なんでまだ持ってるのかっていうと、よっさんだけだよ。はっきり言う。よっさんが移動した時に、ふわっちは終わりが始まるの。3ヶ月以内に、バタって全部勢力図が変わる。だから、よっさん一人で耐えてるの。これね、どういうことかっていうと、アフリカ TV と同じ状態。アフリカ TV もダメになったでしょ。よっさん一人に依存してて。もうそれにしか見えない、俺は。だから、もう本当にギリギリのギリギリなんだよ、ふわっちって今。だから運営さんに早く手こ入れしてほしいの。俺、ふわっちの運営さん好きだよ。だから、みまつさんとかふわっちでやりましょうよとかやってるわけだから。でも、ふわっちの運営さんがダメな対応しちゃったら、なんつうの？そういうこともできなくなってくるわけじゃん。だから早めに手こ入れしてほしい、俺は。ふわっち巻き返してほしい。できるから。何を変えてほしいかっていうと、金儲け優先をやめてほしいの。うん。そう。くだらない、リスナーにメリットのないイベントはやめてもらいたい。リスナーから金引っ張るだけのイベントはもう全部撤廃。もう。そんなわけのわかんない企業のタイアップとか全部撤廃。企業のタイアップしながらリスナーさんから金引っ張るなんておかしいでしょ。もうこっから本質の勝負じゃないと無理だよ。と俺は思う。これはディスではなくてね、みんなが思ってることだと思うよ。ポテトチップスとか、物販ね、リスナーさんにプレゼントするのはいいけど、なんて言うのかな。みんなが買える仕組みとか、ちゃんと応援してる人が得をする仕組みじゃないと投げないって。特に美課金税が引いてるんだよ。そう。囲い同士を、要は配信者同士を対立させんのもおかしいし、マンリーランキングなんかあれやめた方がいいんだよ。やっかみしかないんだから。でしょ？そう。そうじゃなくて、本当に応援したい人の仕組みを作るべきなんだよ。だってトランプとかも販売しろよって思わない？配信者の出演権はアイテムで争ってもいいけど、トランプ販売しないと意味ないでしょ。ふわっちのサイトで。そしたら、1000円花火投げない人も買えるわけじゃん。1000円払ってトランプ欲しいって。
そういうポテトチップスも300円500円でもいいよ、買える、好きなカードが手に入るとか、なんでやらないの、うん、なんでやらないんだろうね。よっさん、わかった、初心者だからわかんないね。よっさんは格闘技で言うとこのヒョードルだね、うん、配信会のヒョードルだよ。わかった、デンデンさん、わかった。それでわかんなかったらめんどくさいわ、もう勝手に勉強して。え、ヒョードルでしょあんなの、超強えよ配信会のヒョードルでしょ、わかった、すごさ。そんな感じ。いやー、ふわっちね、まさかこんなにツイキャスに持ってかれると思わなかったもんね。だって閲覧はもともと向こうは 4,5 倍、5倍ぐらいあるわけじゃん。だって配信者からしたらだよ、いや7割じゃないんだよ、みんな7割還元だからだと思ってるけど違う、5割還元でも余裕で勝ってたの。要はどういうことかっていうと、閲覧が5倍あるってことは、俺がふわっちでやってこれ700人とか800人あったら向こう行くじゃん。ただ稼げなかったの。だから5割5割でも閲覧5倍あるから、ツイキャスこれでも余裕で勝てたの。これツイキャスが頭がいいところは何かっていうと、完全にふわっちとどめさすためにやったの。7割要はお前らあぐらかいてんだろってやったのよ。潰しに来たの、簡単に言うと潰しに来たの。それはさ、あわわさんさね、何も得ないのに人が人にお金を投げるってすごいよねっていうのはね、簡単、投げてくれる人からすると応援したい、配信者この人が好きだ、力になりたいなんだよ。これここをね、ふわっちの功績でかいよ。ふわっちがいなかったら全部の配信サイト投げ銭やらなかったから、確実に配信会に風穴開けたの。すっごくいいサイトなの、それみんなわかってるの。でも今の時代に沿ったことをやらないと、でしょ。だって閲覧は取れてないんだから、知名度もツイキャスに負けてるわけだから。だから7割っていうのはツイキャスの本気なんだよ、勝負が。いや、潰しにかかってんだよ、ふわっちのこと。ふわっちの客全部持ってこうっていうことだから。だから今踏ん張りどころなのよ。ふわっちは独自性を作らないといけないの。ツイキャスとはここが違うんですよっていう。で、閲覧も負けてる、やってる配信者も負けてる、投げ銭の額、還元率も違う。何で勝てるの？何で勝てるんだよ。そう、ゼニゲバ全開になっちゃってるんだよ。ただの集金サイトになっちゃってんだよ。そんなのさ、美課金の人投げないよ、バカバカしい。ちゃんと応援できる仕組み作んないと。だってこんなのさ、企画じゃないもん。ただの集金イベントだもん。だから、じゃあ言おうか、ふわっちの運営さんの露骨なところ。月末になったらさ、招き猫、スターマインとか、イベントがなくなった残り5日間とかで限定アイテム、宝箱とか頻繁にやるでしょ？なんなの？給料日前にだけそういうことやるの、なんなのってなるでしょ？ちょっと頭がいい大人だったらすぐわかることなんだよ、これは。な、俺らのこと金、集金だと思ってんじゃないのって。そう思わない？俺はちなみに運営さんに DM で何度も投げかけたよ。こういう風に機能改善してほしいとか、こういうことをやってほしいとか、言ってるからね。俺別に運営さんからコンサルで呼ばれたら行くもん、無料で。どういう風に機能改善してほしいかっていうのを、ちゃんと話したいっていう風に言われたら、全然行くよ。こういう風にしてくださいっていう。やり方が古い。うん。いや、運営のね、トップはすごい若い人なの。あのね、子会社に作ってからおかしくなった。分社化してからおかしくなったね。某延長代ありがとね。こんばんは。
それはダメでしょう。ちょっと俺は厳しいんじゃないかなっていう読みをしてるね。でもふわっちの運営さん好きだからここでなんとかね巻き返してほしいよ。正直リスナー、要はリスナーっつってもアンチリスナーとかじゃなくて本当の声を聞いてもらいたい、本当の声を耳に傾けてもらいたい。誰が支えてるのかをもう一回見つめ直してほしいね。お金儲けは悪いことじゃないけどいいんだけど、いいサービスを作らないといい運営さんはついてこないと思ってる。正念場。っていうか本当は去年の半年前ぐらいにもう手打っとかないといけないことを全部放置してる。で、もっと深い説明をすると多分なんだけど、プログラマーさんにサイト解析やってもらったんだよ。プログラミング少しわかる人だったら、サイトを解析したらわかるけど、これね、多分なんだけど、運営さんも厳しいの。要はね、これね、サイトを買い取ってるんだよ。自社で開発してる仕組みじゃ明らかにないの。だから簡単に言うと、サムネイル変えるように、アイテムのアイコンを変えたりとか、金額設定は変えられる仕組みなんだけど、大幅なね、仕組みをね、手こ入れできるエンジニアさんが内部にいない。多分なんだけど。もう結果が出始めてるよ。俺は半年前からずっと言ってたよ、こういうこと。これまずいよ、これまずいよって。いや、運営さんはそうじゃないの。開発者がいないの。要はアイテムとかの側は変えられんの。イベントの側は変えられんの。ただ中身のスキーム、仕組み、システム自体を変えるエンジニアさんが多分内部にいない。だから、フットワークが遅いの。これは予想だけど多分当たってると思う。まあ無理だったら無理でいいんじゃない？俺らはだって別にツイキャス移動してもニコ生移動しても別に俺らはだって食いっぱぐれないもん。でしょ？のぼるさん。俺だってニコ生でずっとやってたわけじゃん。ぶっちゃけ楽しい、どこ行ってもうまくいくと思うよ。なんでかっていうと、俺のファンの人はどこでやっても見てくれる自信があるから。だからやってこれたわけじゃん。だから別にこれ俺のポジショントークじゃないんだって。自分がいいか自分が悪いかっていう問題の話じゃないのよ。根本的な問題なのもっと。運営さんにしかできないことは運営さんにお願いするしかないんだって。だから無理じゃないんだって。ちゃんと言わないといけないんだよ。こういう場所で。俺は当事者意識があるから自分が関わってるサイトはやっぱいいサイトになってもらいたいし、初見さんいらっしゃい。いやなんで俺こんなに危機感持ってるかっていうと、ニコ生が終わっていったタイミングとすっごく似てるの。ニコ生がオワコン化していくのをずっと見てきたから、中でずっと感じてたから。いやでも儲かったんだから、10億20億会社にあるわけだから、そこは1000万でも2000万でもつぎ込むべきだと思うよ。サーバー強化、システム開発とか、要は投資をしないとダメだと思う。初見さん花火ドンチキって花火投げてないよ。花火のサムネでしょ。ボン頭湧いてるだろ本当に。花火投げてねえよ。花火のサムネなんだよ。お前大丈夫かよ、本当に。ひどいな。いやもうやめてくれよ、もう。だから沼って言われんだよ。だからうちのリスナー沼しかいないって言われんだよ。もう何年リスナーやってんだよ、本当に。何がドンチキだよ。お前の頭がドンチキだよ、本当に。いや、最高じゃねえわ。だから沼しかいないって言われんだよ、うちのリスナー。もう勘弁してくれよ、本当に。ボンとかよ。底なし沼じゃねえかよ、もう。こんなのしか残ってないんだって、ふわっちのリスナーも。パッパラパーにも程があるだろう、マジで。いや、さすがボンだよね。ちょっと引くぐらいだったもん、今。もうこいつ、正気で言ってんのかと思ったもん。
いやもう沼やめ、沼さ、沼顔やめて、男梅さん。ちょっと左の顔、のんちゃんに似てるじゃん、やめて。左の3人目、のりこにそっくりなんだけど。和道さん、つって。ちょっと、のんちゃんいるでしょ、この沼ってやつに。一番右、のりこにそっくりじゃない。うん。めちゃめちゃのんちゃんに似てるんだけど、これ。のんちゃんに似てるよね、ちょっと。似てない？男梅さんの書いたやつの。うん。いや、ディスるなじゃないでしょ、もう本当に。しょうもねえよな、本当に。いや、結構危機感持った方がいいよ、本当に。結構危機感持った方がいい。全く花火上がんなくなったもんね。全く。もうだからリスナーも気づいたんだと思うよ。集金には付き合わねえよって。応援したい時に応援するからっていう。ストレッチちゃんとやんないと今日やばいぞ。明日響くぞこれ。今日はゆっくりお風呂入るわ。太ももマッサージして。ふくらはぎもこれはやばいっていうかね、技術練習やりたいね、スパーリングと。すげえ焦ってる。体力は上がってきてるんだけど、やっぱ向こうが上手くなってきてるからちょっと焦ってるかな。みやびコンビネーションが良くなってきてんの。まだまだ多分今ドンでやったら勝てると思うんだけど、このままいったら抜かれるね、技術的に。で、相手パンチ力あるから、ちょっと焦ってるね。ちょい焦りしてる。まずいよ、これは。これはまずい。バッチバチのね、殴り合いをやんないとね、最後だからね。みんなが期待してるのはバッチバチの殴り合いでしょ？バッチバチの。もうどっちか死ぬんじゃねえかっていうのが見たいわけじゃん。とりあえずね、4分間ぶん殴り合うだけの体力作んないとね。フルボッコにする。閲覧なんか意味ないもん。増えても減っても。何年やってると思ってんだよ。ニコ生の後半なんかずーっと俺、あれだよ、閲覧1500とかあったんだよ。だから、なんかね、ちょっと閲覧が600とか300とかふわっちでなったぐらいで、はっきり言って俺別に閲覧なんか全然コントロールできるもん。あ、花火ありがとう。あ、セデスさんね、正直言うとね、走ってるから不安はない。走ってる数が全然違うから、え？歌舞伎町で銃撃戦？え、マジで言ってんの？マジで言ってる？歌舞伎町。え、ちょっと待って。発砲。え、それリンクちょうだい？え、マジで言ってんの？え、どこ？
ニュース速報どこどこどこ行く行く、ちょっと待って、カメラ持って行こう。え、マジで言ってる？行くぞ、事件だ、行くぞ。どこどこ、住所送って、住所送って、住所どこどこ、ソース貼って、ソース、 NHK 場所特定して、みんな移動するよ、行くよ。X ビデオ貼らないで、 X ビデオの URL 貼らないでください。行くぞ。あれ、ケースどこやった。え、それマジ？マジ？なんて検索したらいいの？なんて検索したらいい？歌舞伎町中心部カラオケ店、了解、行くよ。銃撃？カラオケ会館？ちょ、リスナーさん情報集めといて、情報集めといて。そ、本当で OK？ 本当で OK？ 本当で OK？ 本当？嘘じゃない？マジで本当ね、行くよ。本当ね、オッケー、行くぞ、みんな行くよ。じゃあツイキャス集合で、ツイキャスの俺の枠でやります。ツイキャスの俺の枠、オッケー。ツイキャスでワド監督で検索してください。ひらがなでワド、漢字で監督、現場直行します。行くよ、みんな、オッケー。オッケーだったらオッケーって書いて。ツイキャスでやります。ひらがなでワード、漢字で監督、 OK だったら手挙げて OK。 はい、お疲れ。